あの日の交差点です。この番組は私まひるがホストを務め、皆さんとカルチャーとの出会い、つまりあの日の交差点に立ち戻り、その延長線上の今について話すというコンセプトの番組です。いつの日かこの番組皆さんにとってあの日の交差点になったらいいなと思っておりますということで、今回も引き続きこの方にゲストに来ていただいております。どうも、3回目になります、ジョン・ドーと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まだまだちょっと長くなりそうですねそうですね、まあ話すことは尽きないものです、まあ時間が許す限りお話ししましょう。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、まあ、前回の振り返りからちょっといきますと、はいはい、まあ、前回は SF に興味を持ったきっかけから、はいはい、まあ、ガンダムの話だったり、はいはい、攻殻機動隊の話だったり、はいはい、でそこからメタルギアの話に行き、はい、でね、そこからミームとゲノムっていう話も、はい、キーワードも出てきましたし、はいはい、でそのミームの話から、うん、まあ、ミームの重要性、そのミームそのものの重要性よりも、はい、ミームによって形成される自分自身が大事なんだみたいな話をしていき、はいはい、まあ、その何と関わってきたかで形成されるアイデンティティの話になっていったっていう感じで、うんうん、で、まあ、その中で、はい、僕自身も全く同じように考えていて、はい、まあ、どう関わってきたかがアイデンティティになるんだっていうふうには思ってるんだけど、はい、そのどう関わってきたかのどうっていうところがあまりにもわからないことが多すぎて落ち込むっていう話を最後にしたんですよね。そのわからないから落ち込むっていうのところで、はいろいろ、はい、思うことがあって、はいはい、それがねうまく整理できないんですけど、ちょっとお話ししていく中で、はいはい、あ、もちもちもち、はい、ちょっと探っていこうかなと、はいはいはい、思います。そうですね、ちょっとずつ。いやね、その、はい、何も知らないで落ち込むっていうのは、はい、もちろんその自分自身が、はい、まあ、どういう状況にいたからこういうものに興味を持ってきたのかなっていう、それこそ、はい、文化資本的な観点とかね、はい、とか家庭がどういう、うん、なんだろう、教育方針だったりとか、はいはい、うん、教育方針だったりとか、はいはい、あと政治的な思想って、自分がすごく自分の政治的な思想が分からなくって、はいはいはい、そこを勉強しないとなと思ってるんですけど、うん、それ無自覚なだけで結構、はい、まあ、多分親とかに影響を受けてるはずで、そうですね、はいはい、っていうそこの分析とかも全然できてないなとか思うんですよね。あ、でそういうので、まあ、やっぱりすごく、オリンピック頃の時とか落ち込んだんですよ、はいはい、お、あとは直近の衆議院議員選挙の時とかも、うん、あまりにも分かんねえっていうので落ち込んだりしたんですけど、なるほど、それって、はいはい、自分のことだけじゃなくってやっぱり勉強していく上で、はいはい、大学の勉強とかでも、はいはい、今は建築のところにいますが、はいはい、教えられること以上にやらないといけないことがたくさんあった時に、はいはいはい、本当自分って何も知らないなって思うんですよね、はいはいはい、だから例えば制作課題とかでも、はい、習ったことをやってみるっていうことではなくって、はいはいはい、まあ、自分で勉強しながら知りながら、うんうん、要求されたことに答えていかなきゃいけなくって、はいはいはい、うん、そうですね、うん、いや、あまりにも知らないことが多いっていうので落ち込むと、でこれ、うん、結構落ち込みがちな自分の中性格だし、はいはい、それこそ、はいはい、あまり学校行けない時期があったってちょっとおっしゃってましたけど、うん、僕もそういう時期があって、はいはい、多分そこにもつながってるんだろうなって今思うとあるんですよね。うん、でってことはこの何も知らないってか知らないことで落ち込むっていうことに考えることは結構自分を生きやすくしていくのに重要なテーマだなと思ったんですよ。はい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 、でまあちょっと考えてみた感じだと、はいはい、やっぱ謙虚さが足りないんじゃないかって思い始めたんですよね。なるほど。なんか自分が知ってる前提で生きてるから、はいはい、知らないと落ち込むんじゃないか。なるほど。無知の知を持ってないということですか。そうそう。なんかね、
世界に対してちょっと自分は知ってるぜみたいな切り口でカッポしてたのが良くないんじゃないかなと思い始めて、でそこに謙虚さを持つっていうのが一つの答えなんじゃないかって思い始めたんですよ。でそれって、はいはい、その謙虚さを持つとどうなるかっていうと、はい、知らないで落ち込むじゃなく、はい、知って喜ぶに変わるんですよね。なるほどなるほど。そこの転換ってめちゃくちゃ大きくって、うん、でそれこそこれについて母親と 2週間ぐらい前に話してたんですよ、はいはい、っていうのはあまりにも辛くて、うん、制作課題とかもすごく行き詰まって、はいはい、であまりにも辛いから、うん、こういう話をしていたら、うん、まあ、やっぱり謙虚さが足りないんじゃないかっていうふうに言われて、はい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 、やっぱ自分がどれだけできるんだと思ってるんやって言われて、はいはいはい、でその中で、まあ、今言った通り、うん、知ったら嬉しいって思うことで、はいはい、それだけで生きてもいいんじゃないって言われたんですよね。ああ、なるほど。それが、すぐには受け入れられなかったんですけど、すごくね、はいはい、なんだろう、視野が広がった瞬間だったんですよ。落ち込む悲しみ、その知らなくて悲しむわけじゃなくて、知れて楽しいっていう方向に考えを変えていこうと。なんかね、でもね、それって、はいはい、はいはい、いやでもね、その知らなくて落ち込むっていうのはやっぱ結構いろんな背景があって、はいはい、まあ、一つはやっぱ謙虚さが足りないっていうのはあるんだけど、はい、他にもいろんな背景、例えば、ね、はいはい、他のなんか周りのみんなはできてるのに自分はできないみたいな劣等感と恥ずかしさと無駄なプライドみたいなのがあったりとか、あとは今できないことが、はいはい、将来の仕事に直結しそうな気がするとか、なるほど、そういう将来への不安みたいなのが、なるほどなるほど、 あるんですよね。で結構これって大学生にとってなんか大きなポイントだなと思って、はい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 、っていうのはなんか将来の不安とか周りとの比較で、はいはい、なんかめちゃくちゃ視野が狭くなってる気がするんですよ。なるほど。で僕もまさにそういうタイプで、はいはい、で知って嬉しいで生きるってなった瞬間に、はい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 、大学卒業したら、まあ、何かしらで就職してどっかで働いて生きていくっていう、はいはい、なんかちょっと決まったルートの中で、はいはい、あまり劇的な希望みたいなのは言い出せない将来像みたいなところから、なんかそのルートが なくなるんですよね、僕のイメージの中で。ああ、そのルートには希望がないから別なルートを取ろうと思うんだけど、それが何を取っていいかわからない状態になるってことですか？というよりかは、はいはい。ああ、そうかそうか。だからそこに結構自分の引っかかってるところがあるんだな。はいはい、やっぱり将来の不安っていうのがあるんですよ、僕の中には。はいはい、で、それは、多分最近見聞きしてる話とか、興味がある話からして、はいはい、きっと仕事を、生きがいにできるかっていうところの、はい、不安だと思うんですよね。はいはい、突き詰めてみれば。はいはいはい、で、それが不安だから、うん、今できないことが落ち込むことにもつながるし、はい、うん、今目の前のことに興味を持てないっていうことも将来の仕事につながる気がするし、うん、あとはっていうんだけど、はいはい、だからそこに喜びを見出そうとしていた自分っていうのがいて、うん、一方で知るっていうことに喜びを見出すと、はいはい、もうそっちだけで良くなるんですよね。なんか幸せの、を感じるレベルが下がるというか。はい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 。まあ、仕事の生きがい云々っていうのが、まずどうでもよくなって、うん、もっと根源的な喜びで生きていけるんじゃないかっていう気になるっていうか。お、例えば、はいはい、僕が今聞いて思ったのは、
仕事もその知らないことに対する入り口の一つになり得るじゃないですか。当然仕事内容も知らないですし、その中でどういうふうに社会が回ってるのかっていうのも多分知らない部分がたくさんあるし、で実際細かいものに当たっていけば、それが社会でどう役に立っているのかっていうことについて知らなかったりとか、どういう流れでそれができているのとかっていうことについても知ることになるじゃないですか。つまり知る喜びってそんな広狭いものじゃなくて、もうちょっと広く捉えられるんじゃないかなと思ったんですけど。あ、確かにそうですね。まひるさん的にはある特定の何かについて知る喜びっていうのが欲しいっていう感じがあるんですか。いやね、特定のものではないと思います。はい、多分、まあ、関心があることを知っていけば、知っていって、で、ベースにある、まあ、今までも話したみたいに、すごく行き詰まって苦しかったって言ったみたいに、なんか、すぐつまずいて苦しくなる性格なので、知ることでその苦しみから解放されていく。そして、それをこうやって話して、整理したりとか、新たな発見をもらったりとかする。っていうことで、生きていけるかなっていうふうに思っていて。なるほど。そっか。生きる、知らないことを知るっていうのは、まあ、特定の何かっていうわけじゃなさそうですね。ああ、なるほど。なんか多分僕の場合はそこが結構特定の何かで、自分の場合は、まあ、生命とは何か知りたいというモチベーションがあって、でそれをやっていくんですけど、でもちろんなんか知らない絶望ってやっぱあるじゃないですか。さっきおっしゃってたみたいに、あの論文のことも知らない、このことも知らない、あれに対する知識もないってなっていくんですけど、なんか僕がそれが消えたらもうそれに慣れたって、知らないことはもう多すぎるんですよ。本当にもう全てカバーしてないし。だけど一方で自分と同じ専門分野の人もどんどん少なくなっていくんですよね。ああ、なるほど。専門化していく、どん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 そこを先鋭化していくと、みんな知らない状態にどんどんなっていくんですよ。自分が知らなければ誰も知らない状態、まあ、研究とかってまさにその最たるもので、答えはないし誰も教えてくれないし、やっていくしかない。だからこそなんかいろいろ見えた時にすっごい嬉しいんですけど。なるほどな、だからまひるさんそういうことがやりたいのかなって聞いててちょっと思ったりしたんですよ。その知る喜びってそこまで突き詰めたいのかなって。はい、いや、その気持ちはね、僕もどっかにあると思うんですよ。だからそれこそ今まであんま考えてこなかったけど、研究っていう道もあるなって思ってるんですよね。そうは言いつつ僕もプライドが高いし、研究も競争ばっかり、当然競争ばっかりなので、その、例えばあのお金が取れるかとか、あの生活費どうするっていうので、悩んだりはするんですけど、とはいえなんかそう考えていくと結局手を動かすしかねえなっていう気持ちに最後なるんですよね。でそれでなんとかかんとか今やってきてるっていう感じはしますね。で今特定の何かっていうのを知りたい、僕はそんなことはないって言いましたけど、今、生命とは何かっていうのを考えたい、この後もうちょっと詳しくその生物の話とか聞きしたいんですけど、それを聞いて、僕はあるなって思ったんですよね。やっぱありました。っていうのは、僕最も根源的に突き動かしている欲求ってなんだろうっていうふうに考えたら、なんかまだ一つに定まってないんですけど、僕はやっぱそれにすごく関心があって、そしてそれを見つけたら枝分かれのように、この欲求からこれが、この欲求が生まれてみたいな感じで、多分体系化したいなと思ってるんですよね。頭の中からちょっと書くぐらいだと思うんですけど、まあなんかその、そこを分析していきたいという気持ちがあって、その中で、根源的な欲求として何があるかって言ったら、やっぱり一つは、知らないことを知りたいっていうこと。ああ、なるほど。で、知ることで、なんだろう、まあ、昔ちょっと前までは自己の救済ってずっと言ってたんですよ。とにかく自分を生きやすくしたいっていう、それは多分僕の根源なんだと思ってたんですよ。
ただもう一個上の階層っぽいのを見つけまして、はいはい、っていうのはやっぱりまあそれこそ生命とは何かっていうのを考えてたら考えると思うんですけど、はいはい、やっぱり死ぬことって、はいはい、避けては通れない、はいはい、もちろんもちろん、でそこへ向かっていく中で、はいはい、僕は大前提としてやっぱり死ぬことに恐怖がある人間なんです、ね、うん、いやそれは僕も全く同じです。あ、同じですか、はい、まあ恐怖のない人間がいるかって言ったらいないかもしれないですけど、うん、まあ、やっぱりすごく怖いし、うん、あんまり考えるとパニックになったりするんですよね、はいはい、でもそれにはいつか向き合わないといけないし、はいはいはい、でそこに僕の根源的な欲求があるんだなっていうふうに思い始めたんです。でっていうのは、はいはい、なんで怖いんだろうっていうのを考えていったら、うん、まあ、一つはやっぱり分からないから怖いっていうのはある、はいはい、それってやっぱあるじゃないですか、はいはいはい、知らないものが怖いという、はいはい、身近なものでも、はいはい、暗闇が怖いみたいなことですよね。そんな感じ、そんな感じであるじゃないですか、はいはい、でそういう怖さが一つあるだろうなっていうのと、はいはい、でそこはまあ多分どこまで行っても拭い去ることはできないから、はいはい、まあ、そこにアプローチするのは多分違うなと思って、うんうん、でもう一つは、うん、やっぱりやりたいことみたいなのがたくさんあって、うん、それができないっていう怖さがあるんじゃないかと思い始めた。なるほど。でそれをなんかもう少し言い換えると、はいはい、まあ、この世への執着じゃないですけど、はいはい、みたいなものがあるんだろうなと思ったんです、うんうん、でなんかたまたま夏休みに、本を読んでたら、何ていう本だったかな、うん、なぜ日本人はご先祖様に祈るのかみたいな感じの本を読んでたんですよ、はいはい、うん、その中で何だろう、まあ、現世の執着を捨てる、はいはい、捨てていくことみたいなことを書いてあって、うん、それが実感としてめちゃくちゃ分かったんですよね、うん、あ、これじゃないかって思ったんですよ、はいはいはい、自分の最も突き動かしている欲求っていうのは現世の執着を捨てるっていうことなんじゃないか、だから知りたい、うん、知らないことを知りたいし、うんうんうん、多分もっと楽しみたいことがたくさんあるから苦しんでることを楽にしたいし、うん、っていうので、あ、それが僕のもしかしたらと突き動かしている根源的なものなんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね、うん、なるほど。あとはなんていう言葉だったか忘れたんですけど、母親が話してくれた言葉で、はいはいはい、西洋哲学の、はいはい、誰の言葉だったか忘れましたが、はいはい、なんだろう、生きるとは死ぬ準備をすることっていう言い方だったかな、はいはいはい、なんかそんなことを言ってたんですよね、うん、でそれが一言一句僕は腑に落ちたんですよ、うん、その言葉を聞いた瞬間に、ああそうだよね、うん、わかるわかるっていう感じだったんですよ、うんうん、だからやっぱり最も自分を突き動かしてるのは現世の執着を捨てるってことなんかもしれないですねすごいあの日常会話で話したら惹かれそうな話ですけど、うん、いやけどなんか聞いてて思ったのは、思考のプロセスは僕も多分似たようなものをたどってきてて、それこそ、うんうん、例えば僕その最初言ったように田舎に住んでて生き物が好きだけど、生き物のことを調べながら生きていきたいって思ったけど、うんうんうん、けどそれって根源的な欲求に根ざしてないじゃないですか。で自分が生き物が好きだという、はいはい、かなり、まあ、上層の欲求に従ってると、うんうんうん、じゃあこれじゃいかんなというふうに僕も考えた時期があって、で同じように死に対する恐怖に自分も行き着いたんですよね、はいはい、でやっぱり僕は死ぬことに対して、まあ、これはある若い物理学者さんで、もう本当にお名前を忘れてしまったんだけど、うん、天才物理学者の若い方が亡くなった時に、自分が、その、先に、うん、一足先に最後の研究を始めますというふうに遺書の中に書いてらしたっていうのを、すごい印象的に覚えてて、はいはいはい。となると、やっぱそれまで自分がすべきことっていうのは、自分の死、なんだろう、興味っていうのを研究にぶつけて、で、まあ、死んだ時にやっとこれで最後の研究に取り掛かれるなというふうな状態に自分を持っていくことかなというふうに思って、なるほどね、はい、研究をやりたいと、それ特に生命に対する研究をそれでやりたいというふうに思ったんですね。ただ、うんうんうん、ただですよ、
僕とまひるさんは死ぬのが怖いっていう立場に立ってるじゃないですか。はいはいはい。ただ大学に来て話すと意外にも死ぬことを自分で肯定できないっていうタイプの人もいるんですよ。肯定できない。はいはいはい。なんで生きてるかが分かんない自分がっていう。ああなるほど。なんとなく生きてるけど死にたいって思ってるわけでもないし生きたいと思ってないみたいなタイプの人が、まあ、結構自分の周りには何人かいて、はいはいはい、でその人たちのモチベーションは、まあ、僕たちとは逆だったんですよね。なんで自分が生きてるのかが知りたい、だから生物の勉強をするんだというふうに言ってた人たちもいて、はいはい、それって、はいはい、あの、まあ、これがっつり生物の話になってくるかもしれないんですけど、はいはい、そのなんで自分が生きてるのか知りたいっていう興味は、はい、なんだろう、哲学的な方向ではなく、はいはい、その生命というか生き物としてなんで うん、この体が生きているのかを知りたいという方向に向かうんですね。ああ、そうですね。僕はそっちに向かいましたね。その、なんでしょう。やっぱ自分にとって自分は動物であり、まあ一種の、うん、一個体でしかないんですよね。なんかその、意識だとかっていうものも、あくまで自分というネットワークを介して生み出されるものだっていう感覚が強くあるので、やっぱり自分を生き物として理解したいっていう感覚が、まあ、昔から強くありますね、それ。なるほどね。なんかそれで、はい、はいはい。そのなんで生きてるのか知りたいっていう欲求が、はいはい。はいはい、僕は頭の中では多分割と哲学的なところにあって、はいはいはい、なんで生きてるのか、うん、まあ言い換え、哲学的なことで言ったら言い換えたら、はいはい、まあ生きる意味は何みたいな、うんうん、なんかそういう方向に行くと思うんですけど、はい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 、それと、うん、まあ生物として生きてることの、はいはい、そのなんで生きてるかメカニズム的なことって、はいはい、とずれるじゃないですか。ずれますね。で、例えば、はいはい、その生物として生きてる意味みたいな、なんで生きてるかっていうメカニズムが分かってきたとして、はい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 、その欲求が解消されるんだっていう発見がありましたね。ああ、いや解消されるか正直分かんない。分かんないけど、そこにアプローチしてみようっていう気持ちがある。はい、そうですね。なるほどな。うん、アプローチせずには。いられないというか、うんうんうん、いやね、何が面白いっていうと、はいはい、僕はそこを考えたことがなかったんです。あの生き物として、はいはい、なんでこいつは生きてるんだっていうことを考えたことがなかったんですよ、言われてみれば、はいはいはい、だからその話がめちゃくちゃ面白いんですよね。あ、そうですね、確かに生物やってる人の中にいると結構一定数というかかなりの割合の人がそういう人が多くて、もう僕も逆にそういうことを思ってない人の方が、なんで思ってないんだろうっていう風になっちゃうというか。ああ、なるほど。逆の感覚として、うん。なんか、それにアプローチしてないと不安じゃないっていう気持ちになったりするんですよね。いやー、でもね、その、そこにアプローチしてないと不安じゃないっていう気持ちは、はい、あの、ちょっと違うところで分かりますね。っていうのは、はいはい、まあ、さっき言ったみたいに分からないものが多すぎるって言ったじゃないですか。はいはい、まあ、自分のアイデンティティとして、はいはい、まあ、どういう文化資本でここまで来たんだみたいなこととか、はいはい、分からないことが多すぎる人に、はいはい、そんなことも考えずになんでみんなあんな笑ってられるんだよって思ったりするんで、僕は。あなんかちょっと近い部分があるというか。ああ、なるほど。それも分かってないのに、楽しくできるんだなーっていうのぐらい落ち込むことがあったりするんで。はい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 。なんかちょっとだけ分かりますね。まあ、確かに確かに。その気持ちも分からなくないですね。確かに。みんななんで、それを疑問に思わないんだろうっていう思う気持ちは確かにあるけど、けど、一方でそっちの方が自然だろうなとも思ってるんですよね。どっちかというと自分が異端なんだろうなっていうか、その、うんうんうん、そんなことに、はいはい、つっかからずにもしかしたら生きられるのかもしれない
っていうふうに思ってる。その方が圧倒的に楽なんですよね。うん。まあ、それは一概には言えないと思いますよ。ただ、ああ、そうですか、ね、そちらの苦しみももちろんあるし、まあ、確かに確かに。自分たちの苦しみもあるから。そうですね。苦しみの総量みたいなのは比べちゃいけないです。うん。そうですね。重さはそう、やっぱそれは測れない。うん、なんか、それこそ、二、うん、つ今思い出したことがあって、はいはいはい、ちょっと、めちゃくちゃ脱線ですけど、はいはい、一つはあのファイトクラブの冒頭で、はい、不眠症の主人公が、はいはいはい、とにかく辛いから睡眠薬をくれと、はいはい、あのお医者さんに頼みに行くんだけど、はいはい、その程度で辛いって言うんじゃないと、はいはい、それでまあなんだろうカウンセリングセンターのところに行くことを勧められるんですけど、はいはいはい、それぐらいで辛いっていうのは本当に辛いものを見てこいみたいなものを言うシーンを見て、はいはい、いやそれ比べちゃいかんだろうって思ったなっていうあのが一つ思い出したっていうのと、うんうん、あとあれもう一つ何を思い出したかな、あ、攻殻機動隊の中で、はいはいはい、あのちょっと名前ちゃんと見ながら覚えてなく見ながら覚えてなかったんですけど、はいはい、ネットの中で生命体が生まれたじゃないですか。はい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 。で、そいつが、はい、融合することによって、少佐か、少佐に対して、融合を持ちかけるじゃないですか。はいはいはい、はい。持ちかけましたね。その時に、はい、生まれた、なんていう名前でしたっけ？人形使いですか？あ、そう、人形使い。はい、人形使いが、はい、自分は生き物と言ったけど、はい、繁殖機能もないし死ぬっていうこともできないから、はいはい、あの定義としては生き物ではないみたいなことを言い始めるじゃないですか、はいはいはい、言い始めますね、まあ、コピーを残せるじゃないって言われるんだけど、コピーは、うん、所詮コピーであり、はい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 、でそこには、はいはい、発展もないし、うん、そしてそんなのが大量にいても多様性がないから、うん、なんかどっかで破綻が生じる、一つのウイルスなんかで終わったりするみたいなことを言っていて、なんかそういう捉え方での多様性っていうのが、うん、なんかめちゃくちゃなんだろう倫理的じゃなくすごく生物的な観点の多様性の見方じゃないですか、それって、はい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 、なんだろう種の保存のためにいろんな種類がいた方がいいし、はい、いろんな属性のものがいた方が何か基本的に対応できるみたいな、はいはいはい、それって、はいはい、なんか奥めっちゃいいなと思ったんですよ、それ見てて、はい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 、今多様性ってすごく叫ばれる中で、はいはい、すごくなんだろう倫理的な観点でアプローチすることが多くて、うん、でもそこって結構難しいことも多いんですよ、うん、でそれで変えてこうっていうのもすごく難しいことが多い、うん、でっていう中でその、うん、種の保存としての生物の基本的な、うん、なんだろう本能としての多様性っていう意味で、うん、その多様性を認めていくっていうのはそれ一本っていうわけじゃないですけど、その考え方もめっちゃいいなって思ったんですよね。はい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 、はい、なんだろう当たり前に認められるというか、その考えに基づけば、うん、なんかあなたがいることは、ね、はいはい、自分たちの、はい、なんだろう、まあ、自分たちの 種にとって必要なことであり、うん、この違いも必要なことでありって思っていけば、うん、なんか倫理的なところを挟まずとも受け入れられるよなとか思ったりするんですよね。あ、まあ、確かに生物の人はそういう考え方しますね、うんうん、あの多様性っていうのがその何でしょう、まあ、さっきの単一の話とかで言うと、例えば何を言ったらいいかな、まあ、例えば単細胞生物の生き物とかで菌類とかってバーって増えるけど、まあ、抗生物質とかが来たら一気にやられちゃうんですよね、その単細胞で同じ遺伝情報を持ってるから基本的に勝てなかったりすると、でそういう時に、まあ、そういうのがあったからこそ、まあ、そういう風に増えてきた時にディスアドバンテージがあったからこそ性別っていうのがあるんじゃないかっていうふうに考える人たちもいて、はい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 、性別があればやっぱ何でしょう、親と、まあ、2人の親からそれぞれ片方ずつ
まあ、2媒体であればですけど、あの染色体をもらってきて、あの次世代をつないでいくことができると、より多様に、その過程で組み換えとかが起きれば、より多様な、まあ、遺伝的なバックグラウンドを持てると、それによって次世代がより生き残る確率が高いというのは確かにそうだと思います。生物の人たちはそういう考えとしますね。ですよね、うん、なんかすごくいいなと思ったんですよね、見てて。おなんか余計なこと挟まずそうだよなって言えるっていう。ただそこには、はいはいはい、まあなんかいくつか、まあ、壁はあると思ってて、うん、一つはやっぱり、うん、なんだろう、そんなにドライには見れないっていうこと。あなるほど、もっと感情論の入ってくる余地が多分にあるってことですよね、はい、うん、っていう人は絶対にいるなっていうこと、うん、そしてもう一つは、うん、なんかなんで人間は一定種は残らないといけないのっていう疑問を抱いてくるやつがいるっていうことなんですよね。はいはいはい、いやそれは当然の疑問だと思います、まあ、はい、ですよね、はい、でもなんかこれ前話してましたけど、はい、まあそのいろんな環境問題とかは、はい、結構種の保存みたいなところに、はい、が大前提ってなっていて、そうですね、人間が生き残るために環境を保全する必要があるっていう視点が、うん、まあ、うん、非常に強いと思ってますですよね。なんか、うん、だからそこをもう一度なんか、まあでもね、そこを問う意味はあるのかと思うんですけどね。うん、まあなんか問い始めた時点で人間はその進化の袋小路に入っちゃったのかもなとも思ったりしますけど、それはそれで面白いと思います。うん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 、なんかそこは、うん、すんなんか興味はあるけど突き詰めて考えたいというか、そこに膨大な時間をつぎ込みたいとか、はいはいはい、ライフワークにしたいみたいな気持ちは僕にはないな。あ興味はあるけどっていうのは、はいはい、なんで種の人間っていう種は保存していかなきゃいけないのかっていうか、うん、生き残っていかなきゃいけないのかっていうのは、うん、確かに興味はあるけど、うん、まあでもそんなことを考えても考えなくても本能ではなんかそうなってるしなーっていう、うん、気持ちがある、うん、生き残ることが悪いわけでも生き残らないと考えることが悪いわけでも、まあ、そこにいい悪いはないじゃないですか。別にどっちでもいいというか、うんうんうん、なんか、うん、そうですね、 もちろん自分個人としては続いたらどうなるかも気になるし、続かなかったらどうなるかも、もちろん自分はもうその時観測はできないでしょうけど気になる、うんうんうん、どっちでも面白いと思ってる。うんうんうん、なんでしょう、いや、はいはい、うん、もし存続しなかったらなんで存続しなかったのかも気になるし、それは環境のせいなのか、うん、期待しすぎた脳がそういう結論を導き出してしまったのか、うん、だけどいずれにせよまあ淘汰はされるものですからね。ですね。まあ今話してて思い出したのは手塚治虫の木の鳥っていう漫画、はい、思い出しましたね。なんか、はいはいはい、読まれたことありますか？いやタイトルしか知らないんですよ。あのバイクに乗ってる女の子のやつですよね。はい、違うっけ？木のってそういうやつじゃないっけ？火の鳥ですね。火の、あ、すいません。木のって聞こえた。火の鳥です。はいはい。火の鳥は読んだことあります。はいはい。はい、火の鳥を思い出しまして、はいはい、なんかそうです、結局はいや、はい、あれなんか、まあ、これこのエピソードこの話を最後にしようかなと思うんですけど、はいはいはい、いや火の鳥ってやっぱすごいいい、すごい漫画ですよね、あれ。うん、すごい漫画だと。まあなんか父親が揃えていて、はいはい、実家にあったんですけど、うん、確か一巻が、はい、すごく人間の黎明期みたいなので、はいはいはい、2巻が未来編なんですよ、はいはい、でなんかその構造が、うん、すごいなと思って、うん、なんだろう、一番最初と一番最後を最初に並べてくるという、確か、うんうん、で5、1、2で最初と最後を見せて3、4、5、6で、まあ、その間をつなぐみたいな感じなんですけど、はいはい、あれなんですよね、確かその全体通して一周ぐるっと回ってて、はい、はいはい、そうですね、まあ、黎明期から始まり
人類は発展していき、うん、未来編では、まあ、地上は確か核戦争とかなんかで、はいはい、あの荒廃してしまいす、はい、多分放射能とかがすごく残っているから、はいはい、地上には住めないと、うん、だから地下の球場のドームで鳥たちは暮らしていて、はいはい、うん、そしてそれぞれの都市にはなんだろう、トップには AI がいて、はい、AI の判断で割と動いている。そうですね、うん、でその AI 同士が、うん、各国の AI 同士が揉め始めて、はいはい、で向こうの都市を消せみたいなことに確かなっていくんですよね。はい、そうですね。で、まあ、結局は相打ちで、なんだろう、核兵器か何か使って相打ちして人類が全滅すると、はいはい、で地球上には生命体はいなくなるんだけど、うん、そっからすごく長い時間を経て、うん、まあ、人間とは似ても似つかない生き物が、はいはいはい、そうです、うん、そっからまた長い年月をかけて少しずつ少しずつ生き物が成長していったら、うん、人間の黎明期編につながってくるっていう、はいはいはい、まあ、大きな輪廻転生じゃないですけど、はいはいはい、で回り回って帰ってくるっていうのが、うん、あのそうスパンでも描かれるし、あの火の鳥っていうのがやっぱそのなんだろう、時代の傍観者じゃないですけど、うん、観察するものとして書く時代って、はいはい、その目線で結構見ていくけど、うん、はいはいはい、その火の鳥をかつて狙っていた人、うん、はいはいはい、で火の鳥を、まあ、撃ち抜くんだけど、殺そうとするんだけど、はいはい、それが回り回って自分が火の鳥になるんですよね、多分。そうですね、輪廻転生の中で、はいはい、そしてあれ自分を狙ってるのはかつての自分だったみたいな仕掛けがある、はいはい、みたいな、なんかロングスパンでの輪廻転生みたいなものと、はいはい、そのすごいミクロな火の鳥を狙う自分と狙う自分と狙われる自分みたいなみたいなところもあったり、あれはすごい漫画だったなって今思い出してます、うん、なんかまあ、人類が滅んでいくんだろうなっていうことを自然と受け入れられるのも、うん、なんかあの漫画があってかなっていうのもあるんですよ、ね、確かに確かに、そうですね。なんでしょう、なんか、うん、今そういうことを考えられるのはある意味今余裕が、今は余裕がある時代なのかなっていうふうに思ったりはしますよね。そのなんでしょう、生き残ることに必死だったら絶滅するかもなんて考えてる暇はないじゃないですか確かに確かに、うん、まあ、それだけ多分人間がある程度自然をコントロールできる範囲っていうのはまだまだできない範囲たくさんありますけど、あって、明日自分が生き残ろうとか自分と家族が生き残ろうみたいなことを考えるよりも、もっと広いことを考えられる余裕ができた時代なんじゃないかなっていう気はしますよね。確かにな、うん、私まあなんか僕が政治に、うん、あの関心を持てなかったというか、自分がどんな考えを持ってるのかっていうのが、はいはい、とにかく分からなかったっていうのも、はいはい、まあ、今も含めてもっとなんか勉強したりとか自分のことを考えたりとかしないとなと思ったんですけど、はい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 、それってやっぱり考えなくてもやってこれたからなんですよ、うん、必要性に絡めなかったからってことですよね。そう、すごく、まあ、良くも悪くも平和に生きてきてしまったなって思って、うんうんまあ、でもそれって結構重要なキーワードですね、うん、どういう平和な時代だったかとか、まあ、時代に限らず平和な環境にいたかとかね、うん、個人レベルでそれでなんか考えることとか興味とかって結構変わってくるし、うん、手だなっていうのをなんかね今思いました、うん、いやーそうですよね、まあ、はいはい、なんかいくつかのエピソード重ねて、なんだろう、いろいろちょくちょく生物の話に触れていますが、今回のエピソードはここまでにして、次回は、はい、お互い大学生で、はいはい、っていうこともありますし、はいはい、その、なんだろう、専門分野について、はいはい、まあ、なんでそこに触れていくようになったかとか、はいはい、今関心あることとか、今置かれてる状況みたいなことをね、はいはいはい、いろいろお話できたらなと思います。ぜひぜひ、はい、では次回もよろしくお願いします。はい、お願いします。